2008年 G8 サミットにおけるゲンナジー、オニシチェンコとアレクサンドル・ヤコベンコ外務次官、ゲンナジー・グリゴリエビチオ・オニシチェンコは、ロシアの政治家、官僚。2004年から、ロシア連邦消費者権利保護、福祉分野監督庁長,長官。ロシア医学アカデミー及び、同幹部会員大使。全ロシア公共組織、国民健康連盟幹部会員。医学博士。 2006年のグルジア、モルドバワイン輸入停止では、実務者として主要な役割を果たした。2009年6月24日、南オセチアの名誉市民権を授与された。非生活では、夫人との間に、次男カズメがいる。ぜえぜえぜえ。ロシア医学アカデミー幹部会。2013年5月13日閲覧。リアン、RU。2013年5月13日閲覧。 ありがとうございます。